でもご活躍の白田優さんにお話を伺いますよろしくお願いいたします代表的なミュージカルと言いましたら、はい、エリザベートのトートですとか、はい、これ二回やってらっしゃるんですよねそうですね正確には三年間になるんですかね新演出になってからの二年連続でさせていただいたのと、はい、2010年に初めてやらせていただいたので、えー、そしてあのロミオとジュリエットのロミオ、はい、これも2011年と2013年そうですね13年の時はティボルト といいう役もやらせてたただきましそして「ファントム」では「ファントム」ということで、はい、もう本当に大作の主役級をやってらっしゃるという <laughs> いえ,いえまあそれぐらいしかむしろ数えるぐらいしかないですはい、いえいえいえ,いえそれであのエリザベートの「唐都」ではその文化庁の演劇部門、はい、芸術祭ですね、はい、芸術祭新人賞というのを受賞されているということで、はい、これ受賞された時はどんなお気持ちでしたか そうですねまあ賞とかとは無縁で生きてきたのであんまりその実感なかったですけどやっぱりいただけるものは嬉しいですねうん難しいんですけどただ同時に実はプレッシャーもあって賞、はい、をもらうことによって要はこの人上手なんだなとかこの人うまいんだなっていうふうに思われるわけじゃないですかです、ね、作品を見てない方からも、はい、だからその次の作品とかでこう余計に賞を取った翌年っていうのは、うん、プレッシャー ですよね特に2015年の「エリザベート」でも僕あの読売演劇大賞の,、はい、あの俳優部門で優秀賞頂い,いてうもう翌年にその再演が決まってたんで、えー、同じ作品でもうそれもまたプレッシャーでしたしどちらかというとあんまり僕はそのなんかやったやっぜっていうよりはうーんわーやらいもんもらったなーみたいな感じですね。 はい、でも自分がこう緻密に作り上げてきたトートという役が評価されたっていう点ではやっぱり嬉しいこと,といま、ね、まあもちろんその評価していただくことは先ほども言ったようにうしいことには違いないので、うん、あの本当に個人的には嬉しいんですけど自分をその客観的に俳優として見たときに単純にハードルが上がるというあの自分基本的にマイナス思考なのでその失敗ができないなというかそうなんですよ。<laughs> はい、なかなか賞をもらうことで自分の自身のハードルというか、はい、自分自身のスキル がこうある程度高いアベレージポイントで固定されてしまうのかなっていうふうに思うので、うん、要はお客さんの見る目が厳しくなるというかもともともちろんそのはい,い、ね、そうです期待を裏切っちゃいけないっていう失敗ができないっていう取った役立ちっていうところで、ね、そうですねそういうのはなかなかしかも2回いただいてるわけですからその 2>,、はい、2回も賞もらっちゃうともうすごいですよね、はい、本当に漫画みたいに3回目ももらっちゃうんじゃないかなってこう若干思ったりしたんですけど二度あることは3度さすがに3回目はなかったですね <laughs> <laughs> 3回目もなんか撮ったらそれはもう逆に面白いなと思ってネタにしようかなと思ってたんですけど <laughs>、はい、残念ながら3回目は、はい、いやーで,、ね、でもこれだけのその大作ミュージカルの主役を演じられてるっていうところでやっぱりまあプレッシャーもあると思うんですけれども、はい、例えば、まあ、エリザベートのトートっていう役はどんなことがこう自分の中で残ってらっしゃいますか、はいいいいいやややもううう二度ととりりたくないなっってかぱり死神というか、まあ、いわゆる この作品死という役なんですね。トートというのは、はい、あのいわゆる死という意味をあの持ってるんですけども。擬人化しているわけですね。そうですね。はい。うん、死という、まあ、要は誰もが抗えない絶対的な存在を演じていて、つまり人間じゃないんですよね。うん、で、ミュージカルにおいてその、死という絶対的な存在を演じるということは、僕にとっては非常に難しいことで、一人の人間を演じるんだとしたら、例えば、多少の失敗とか、声が出なかったとか、はいあの、つまずいてしまったとか。 くしゃみをしてしまったとか、その、いわゆる普通の人間だったら大したことのないことさえも、死がそれをしたとなると、僕にとっては大きいんですよね。一,一歩階段をつまずくとか、はい、<ー>一気に世界から、こう。 あの、ベールにかかってる世界を見せなければならないわけですよ、僕たちは。その現実世界でエリザベートという人間が生きていて、他の人たちがこう、存在している中に、急に現れて、ドライアイスのごとく、うん、ふわっとこう、うん、劇場の温度を下げて、現れてさっそうと消えて、はい、そして魅力的かつその、衝撃的な、こうなんか、はい、あの、存在でなければならない。と思ってるものが、一つの失敗で、一気にその、現実世界というか、あ、この人も人間なんで生きてるんだっていうふうになってしまって、 うわけでですよ一つの失敗でなので、うん、今まで演じてきた役の中で一番難しいですし一番気を使いましたし例えばその手の出し方首の傾け方、うん、目のまばたきだったりもうそういうものまであの考えたのはこの役だけですねいや本当にとうとう素晴らしかったと思ったんですけどいや<は>ありがとうございますもうそれだけで嬉しいです人間味をやっぱり出せないっていう制約のある中で、はい、でもその観客の人たちが求めてる その魅惑的なところであったりとか、はい、神秘的なところをまあ、はい、本当につぶさに表現されていたんだなと思っていやいやもうまあ偶然自分の容姿もね少しこうあのまあハーフということもありましてあのー。 顔も濃いので,、はい、で背も高いので1 9 0センチあるので、まあ、見た目がすごく映えるっていうところで<ー>まあその見た目的に言うと多分僕以上にその死という役が日本で似合う人はいないんじゃないかこう自負してるというかいちょっと調子に乗ると思うんですけど、えーえー、中身を作っていく過程っていうのは非常に難しくて。 あの、やっぱ死って誰もが、その、はい、まあ、変な聞こえ方するかもしれないですけど、憧れる時があったりとか、やっぱり、あらがえない絶対的な存在であり、時に魅力的に見えてしまうし、死というものはやっぱりその、美しいものだったりとか、まあ、いろんな感じ方があると思うんですけど、はい、それをこう、具現化するというか、具体化するというか、難しいですよね。肉体を使って表現するっていうところでね。はい。はい そそうかそういうかい葛藤があったんですね,そうですねダブルキャストの井上芳雄さんは、はい、あの本番すごく楽しみに毎日やられてたって聞いたんですけど、はい、前打ち上げの時に「楽しかった!」って言ってて、はい、僕はもう稽古中は楽しくて、はい、本番中がもう辛くて。はいうん 井上君は稽古中が苦しんでて本番中に楽しんでやってたっていう結構両極端な二人ですねええちょっとじゃ性格の違いなんかあったのかもしれないですねそうですねあったと思いますはいここで一曲お送りしたいんですけれども城田さんが出演されたことのあるミュージカル「エリザベート」からこれ選んでいただいたのが私だけにですがこれなぜですかあの私毎回応援この緊張しながら父を演じてたっていう話をしましたが袖に履けまして袖の こうまあちょっと花道といいますかのところからいつもこの「私だけに」っていう、うん、ソロナンバーを実は死、ええ、<laughs> である私見ながらこうその歌い終わりで「よし次も行くぞ」って言ってこう袖に向かっていったんですねなのでほぼ毎公演この「私だけに」は実は僕もお客様と一緒にこう見ていて尊い目線かつ白いう目線で、ええ、あの花房まりさんやこれまで共演してきたエリザベットさんも多分皆さんの あの私だけにを聞いているんですけどやっぱりすごくいい歌というか、えー、メロディーももちろんさることながら歌詞のその女性の強さだったりとか自由になりたいというその思いの強さだったりとかもうメッセージがすごくまっすぐですごく胸にこうまっすぐに入ってくる伸びやかな曲なのでそれこそミュージカルの入り口としては、はいあのー、非常に例えばねその難しいソンドハイムみたいな曲ではなくて、えー、もうこういう綺麗な旋律にまあのーうん、っすぐな歌詞が。 乗るこういう私だけにみたいな曲はちょっとおすすめだなと思いまして<ー>、はい、僕はいつもこの曲を聴きながらよし頑張るぞと思っていましたねああ気合の入る一曲ということです、ね、そうですね、はい、さあそれではお聴きいただきましょうミュージカルエリザベートから私だけに歌っていらっしゃるのは花房真理さんです私だけにいいですよね私もあの歌が下手なんですけどカラオケで必ず歌うんですよそう,です、ね、そうなんですよ、うん、そしてあのロミオとジュリエットのロミオっていうのをまたこれ女性が、はい 憧れる理想的な男性像まあそうですね背負ってますよね、はい、切り取られた時間なんでやっぱりそのすごく美化されているしあのたった5日間とかの話で、うん、儚くて儚くあの美しくそして未完成の、うん、こう不器用な愛が生む悲劇ということで、はいまあ、ロミオは僕は死ぬまでにやりたい役の一つだったんでむしろ僕の方からやりたいって言ったぐらいあの。 この役に関しては、うん、非常にやっぱ音楽も素晴らしくてこれはフランスのミュージカルなんですけどプロデューサーミュージカルとかではなくフランスのミュージカルで僕は圧倒的に好きですね楽曲だけでいうと自分が関わった作品の中で断トツに好きですこのミュージカルの曲たちがねえアメリカとかイギリスで作られる音楽とはまたちょっと違ったん、はいね、で,ですごく今風というか あの最近の音楽ではあるんですけど本当に四つ打ちの,あのビートが入ってたりとかすごく今っぽいというか全然今歌っても廃れないというかクラシックミュージカルではなくポップミュージカル、うん、そしてロックなサウンドとかも結構あるので。 僕はすごく好きでしたね結構こう古典っていうイメージがこうロミオとジュリエットってあると思うんですけれども意外とその音楽にこう乗れてしまうところも、ねね、あるい、はい、やっぱりその物語はもう誰もが知っている話じゃないですか、はい、ロミオジュリエットというのはもう誰もが多分世界中で知られている物語でそこにこう音楽をつけるっていう。 ところで言うと、多分この、もちろん他にも多分、あの、世界中で探せば、他のロミオのジュレットの作品ってあると思うんですけど、はい、このバージョンの音楽は本当に、ぜひ、まだ聞いたことないという方は、あのー、ぜひ、その、フランス版の音楽で聞いていただきたいですね。はい、フランス語の響きも非常に耳に気持ちよく入ってくるし、はい、僕はね、初めてこの、エメという、二人が結婚するときに歌う歌があるんですけど、はい、結婚式のシーンで、二人が歌うエメという曲を聞いたときにあの、自分がロミオをやるというふうに、 決まった時きか決まる前か、はい、あの CD をもらって聞かしてもらった時に泣きましたね。素晴らしくてこんな言う歌あるんだいっていう。は,はい。すごいんですよ声がまた向こうの現地の方たちの。はい、またね発音も違うとこう響きもね変わってきます、ね、全然変わりますね。はい。ではここでフランス版のロミオ＆ジュリエットのエメをお聞きいただきましょう。フランス版のロミオ＆ジュリエットのエメをお聞きいただきました。 さて、この時間は白田優さんをゲストにお招きしております。続いては白田さんとそのミュージカルのね、関わりについていろいろ詳しく伺ってまいりたいんですけれども、そもそもその歌ミュージカルを意識されたのって何歳ぐらいですかうん、ミュージカルを意識したことは、えっと、ほとんどなくて、はい。人生において。あ、そうなんですね。あの、まあもちろん10代の頃にミュージカルを見たことは何なのか。例えばそれこそアニーとか、小さい頃に見たりとかしてたんですけど、はい。 そそれこそエリザベートも高校生の頃に見てるんですけど、はい、まあただ僕自身その芸能活動を始めたのが13歳なので、はい、それより前に見た作品でいうと本当に多分1本か2本かぐらいででそのなぜじゃあミュージカルをこんなにやってるのかと言いますと、えー、原点となるのはおそらくミュージカル「セーラームーン」っていう、はいはい、ものがありまして、えー、そのオーディションに私16歳の時に16歳ですか、はい、高校2年生。 今でも覚えてます、はい、そのオーディションに行った日のことどんな感じでした、えっと、まあオーディション自体はダンスと歌と、まあ、それだけですねお芝居もあったのかな1ページぐらいのなんか紙をもらって、うん、それがあの初めてのミュージカルのオーディションだったんですよ、はい、それまでも映画やドラマやそのいわゆるあの芸能の幅広いオーディションを受け続けていたんですけどモデルから、はい、俳優からいろんなオーディションを受けてたんですけど、まあ、なかなかチャンスが もらえず、目が出ずっていう中で、初めて受かった、初めて白田優として、あの、演じる役が、タキシード仮面という、まあ、いわゆるヒーローですね、この作品の中での。はい、受かりまして、で、それが初めてのミュージカルになりまして、まあ、それはそれは辛い日々を過ごしたんですけど、えー、なぜですか要は、あの、初めてのミュージカル、初めてのお芝居、初めての歌、はい、初めてのダンス、初めての盾。 っていうのが一気にう、ね。初めてだらけだったんですそうなんですよね。やっぱり、あの、美少女戦士セーラームーンのミュージカルって聞くと、子供向けのミュージカルというイメージが実際あると思いますし、実際そうだったんですね。お客さんの半分は子供だったんですが、本当に、あの、しっかりと土台から、あの、作り上げていて、演出家の方も、立石の方も、あの、振付師の方も、すごく厳しい方たちで、もう、本当に、僕自体、あの、本当に、ポテンシャルで言うと、多分、 0から10で言うと3とか4ぐらいしか多分なかったんで当時その頃ははいもうその平均点ぐらいにこう追いつくのが大変でまずこう首がちょっと前に出るというか姿勢姿勢って言われ続けて背中をバシバシって書かれたりもう基本の木ですよね基本の木ですただ当時もう僕背が高いことがコンプレックスだったりとかしたんでもうまず姿勢が悪いでてももちろんできませんしやったことないしダンスもやってなかったんでできませんし唯一できたのは歌ぐらいなんですよ歌が好きだったんで それも別に、歌はもう小さい頃から好きでした。あの歌手になりたいっていう夢があるぐらい歌が好きだったんですけど、うん、だから歌だけは唯一その中でこう平均点が取れるぐらいの。<ー>お芝居もやったことがなかったんで、<ー>もうね、当時の DVD とか出てるんですけど、はい、大根ですよ、本当に。まあ今でもその別に僕すごい <laughs> 芝居が上手いですっていうふうにはあの言えないんですが、当時はよりあの下手っぴでしたね。<ー>ひどかったですね。はい。なんで、やっぱりその初めてのミュージカルが、 あの全ての要素が含まれてたっていうのが僕にっとって大きいですね、はい、でもそこでこう叩き上げじゃないですけれども、はい、基礎からこうやっていくことってやっぱり土台作りの上ですごく大事大事です感謝しますね、はい、感謝してますねだからあのー、翔太さんにとってそのなんか分岐点とか、うんあのー、ターニングポイントって何ですかみたいな話をされるとうんやっぱりミュージカルセーラームっーってて言いいたくなってしまいますね<ー>やっぱりその原点であり、はい、そこがスタートでありなんかこう すべてを勉強させてもらったというか、ミュージカルのみの字からあの始めて、いろいろとこう、成長した作品なので、2年間やらせていただいたんで、ね、長いですよね。長かったですね、はい。だからやっぱ圧倒的に初めの作品と卒業する時の作品では、ステッキとかを武器として使うんですけど、はい、ステッキのそのさばき方からマントから全然違うんですよ。あ 上達して。そうなんです。で、僕、左利きなんですけど、そのステッキを右手で回さなきゃいけなかったりとか、<ー>ただから本当に結構、そのレベル的に難しいことを要求されてたんですね。マント捌き、そのシルクハット捌きとか、はい、いろんなんあの所作だったりとかを、結構もう本当に特訓というか、もう家に持って帰って家でもずっと練習して、えー、っていう日々でしたね。でもそのタキシード仮面像にやっぱり近づくために、はい、そういう努力をされて、やっていらした。はい っていうことなんですね、うん、でその後にまたミュージカルの「テニスの王子様」にも出演されてもう本当に王子様続きというかね,うね、うん、残,残念ながら王子様続きでそんなに地球の王子様からテニスの王子様になりまして <laughs> まあいわゆるそのどうしても2.5次元とか最近もやっぱりたくさんそういうアニメ原作のミュージカルが多い当時はまだそんなになかったんですよね、うん、アニメミュージカルが。セーラームーラムンとあの テニスの王様ぐらいしか多分本当に代表的な。先駆けでしたもんね。そうですね。先駆けでって言っていいぐらい。はい、で、セラムを卒業してテニスの王様の役をいただいて、今度はそっちでやってたんですけど、逆に言うとテニスの王様の方は、うん、あの、僕以外のキャストがみんな初めてのミュージカルとかで、僕自身がちょっと先輩っぽい感じだったりもしたんで、うん、そんなになんかこう、あの、苦しい思いはしなかったですね。うん、テニスが難しかったりとかっていうのはありましたけど、はい、あの、ミュージカルとしては、 あのそんなに正直今までやってきた中でこう難易度とかじゃないですけど、うん、やっぱりセーラームンミュージカルを経てからの、はい、あのテニスの王子様はそこまで自分にとってのそのやばい難しいどうしようっていうことではなく、うん、むしろ同世代の気の合う仲間たちとすごく楽しい時間を過ごせた思い出になってますね卒業する時にもやっぱり号泣した覚えがありますし、えー、楽しかったですね一年半ぐらいはい本当にじゃあ着実にそのセーラームーンで作った土台を経てはい。 ミュージカル俳優として。まあ一歩ステップアップできた感じですね。一歩ですけど、そんな、なんか何歩もじゃないですけど。へぇで、あの、気になる一曲をここで選んでいただいているんですけれども、城田さんのそのミュージカルヒストリーに欠かせない一曲ということで、はい。あの、まあ、その今挙げた二つの作品から出しても良かったのですが、おそらくその、あの、リスナーの皆さんがついてこれない可能性があると思っいやいや、僕がその。せっかくなのでまた違う作品から。そうですね、僕があの、 一歩と言わずに本当に3歩も4歩もステップアップできたのは、はい、そのテニスの王様を卒業して翌年にやった初めてのブロードウェイミュージカル「スイニートット」なんですね。ああ、スイニートット。はい。はい、なのでそのミュージカル「スイニートット」から一番印象的な「ジョアンナ」という曲を聴いていただきたいと思います、はい。はい。ではお聴きください。ミュージカル「スイニートット」から「ジョアンナ」お送りしました。 今日は一日ミュージカル三昧。今回キーワードがですね、はい、夢ということなんですけれども、はい、その白田さんとミュージカルの夢をお聞きしていきたいんですが、うんはい、白田さん実は夢を実現されたっていうふうに伺ったんですけれども。まあ、そうですね。まだその夢半ばというか、あの、100%なんか自分のやりたいことは叶ったというところまで行ってないんですけど、はい、まあ、ミュージカルを演出するという夢が、 あったのは事実で。それいつ頃からお持ちだったんですかうーんと、大人になってからですね、二十歳超えてからじゃないですかね。やっぱり十代の頃は演じる方に夢中で必死で、二十歳超えてきてから少しずつちょこちょここう、演出側の感覚というか、うん、自分がその作品全体を見る感覚をつけていったというか、<ー>ま、つ、はい、ついていった。 演出したいなとか監督したいなっていう思いがあっても実際映像作品でもそのショートフィルムですとかドラマですとかちょこっと監督やらせてもらったりしてるんですけども同じようにあのミュージカルの演出もいつかしたいと思っていましてそれでまあ2015年ですかねあのアップルツリーっていうミュージカルを演出させていただいて演出家ってこんなに大変なんかっていうことを身をもっては体験しました。体験しました。はい やっぱり出るっていうことと全体を見る演出っていうのはまた全然違うもんですか全く違います。<ー>演出で全て決まるので、もちろんその役者さんの力もありますが、はい、何はともあれというか、まずは何と言っても演出が大事ですね。セットですとか、方向性ですとか、あ<ー>まあ照明から衣装から、全てやっぱ演出家が決めるので、基本的にはね,ねあの、そうじゃない作品もあると思うんですけど、基本的には演出家が全ての指揮権というか、総指揮というか、 をるのでまあ大変でしたねあとはその予算との戦いですとか、<あ>こういうことがしたい,ういうとかね。はい、そ,うねそういうことも考えなきゃいけない。こういう、こういうことかと。うん、一つの作品を作るというのはこういうことなのかと。ここを我慢してここを切ってみたいな。その監督、映像作品の監督やらせていただいた時も、要は自分は全部出したいんですけど、カットしなければいけないシーンが出てくるんですよね。時間の問題とかで。うん、そういう苦しみとかもやっぱ初めてやってわかる。うんはい それと一緒でミュージカルも、あ、こういう風にしなければいけないのかとか、ここを繋ぐにはこういう風にあの、自分がやりたい方向とは違う、その何か別の手段を取らなければならないということがちょこちょこありまして、だから大変でしたね、非常に。でも、すごくいい経験をさせてもらいましたし、それこそやっぱり初日の日に幕が開いて、自分があの演出したその作品が初めて、 その場で生まれた瞬間というか、ええ、ソロ曲が始まってみたいな時にもう泣きましたね <laughs> <ー>。ソロ曲というか、ね、オープニングのその、はい、あの、生楽器は絶対入れたいと思っていて、チェロとピアノを入れたんですけど、はいうん、その演奏が始まった瞬間にやっぱ歓喜は余りましたね。お客様がみもう満席で、お客様で、あの、 どんなものをしと作ったんだっていうことでこう見に来てくれた楽しみにしてくれたお客様の熱だったりとかあの出演者の皆さんも本当にあの一生懸命初日いいものを出そうっていう思って意気込みをこう僕は直前まで聞いていたのでそれを一番上の。 席から眺めていてい<ー>やっぱすごく歓喜は余りましたね、はい、この「アップルツリー」というのが1966年にブロードウェイで初演されたミュージカルで、はい、この屋根の上のバイオリン弾きのシェルドン・ハーニックとジェリー・ボックの楽曲を使っているということなんですよね。その男女そして悪魔と三者が登場する3つの物語のオムニバスを描いていた 演出としてこれだけは譲れなかったとかこれはこだわっていたっていうところはどんなところでしたか愛ですね愛。僕自身その人生のモットーがラブピースで、はい、僕のファンクラブの名前もラブピースなんですけど、うん、なぜこの作品を選んだかというと愛に溢れていたからで<ー>一幕はアダムとイブのお話、はい、まあもう言わずともかな皆さん知っているあの 人類初めての男と女と言われてるんですね。うん、意識したっていうね。はい、そうですね。だから愛が初めて生まれるというか、ね、男と女が結ばれるという作品。うん、そして二幕が女か虎かという作品も、あの、愛を選ぶか、その要はに、あの、そこに要は憎しみというものが生まれるんですね。うん、愛によって、あの、現代社会にもありますように、愛が生んだ悲劇みたいなものっていうのがそこに出てくるんですよね。うん、要は愛が進化してるんですよ。 愛って、こう、一瞬で憎しみになったりします,よ、ねはいすね。まあ、表裏一体って言われているように、うん、その、面白くそれが描かれているのが、女が虎か。<ー>で、最後のその、えー、パッショネラっていう作品が、はい、まあ、いわゆるシンデレラのパロディなんですけど、うん、これはこう、夢とかが今度関わってきて、うん、それは一つの愛じゃないですか。うん、大事なものに対する愛という。うん、愛情、自分の気持ちですね。すはい、だからいろんな形の愛が生まれてきて、 三部作全部見ると、なんかすごく温かい気持ちだったり、複雑な感情だったり、あの、いろんな感情を経験できるっていう。うやっぱ、あの、普通に考えて初演出で3つの、あの、オムニバスをやるってすごいことなんですよ。ハードル高そうですよね。ハードル高いんですけど、あえてそれに挑戦させていただいて、はい、まあ、だからセットの使い方から、その衣装だったりとか、そういう裏方のことも含め、あとは役のそのことにも。はい 普通の作品だったら一つの物語を追っていけばいいわけですけど、三つ作るってことはそれだけ労力もかかるんで、やっぱ出演者のみんなにもすごい頑張ってもらいましたし、あの自分自身のハードルを上げるというか、なかなか発演室にしていくチャレンジングなことをさせてもらいましたね。へ<ー>、はい。ー。 すごい印象的なその実現した夢ということですね、はい、今あの実現した夢を伺ったんですけれども、はい、これから叶えたい夢はいこれはですねたくさんあるんですけども、うん、あのやっぱりオリジナルのミュージカルを作るというのが一つです、ね、オリジナルですかはいまあ本当言ってばっかりで行動してないんでなかなか最近こう口にずすのもちょっともうおこがましいというか <laughs> 言いづらくなってきてるんですけどいえでも実現するためには言わないとは始まらないですもんねそうそう思って最近いよいよよこう語り始め ててるんでですすけけど、はい、やっっぱりりこう夢って取り組み始めななれば実現しない,じゃないですか特にこういうねあの実際自分がやり始めなきゃいけないんでだから実際あの本とか書き始めたりとか音楽も自分作るんで<ー>そういうこともやり始めてるんですけどなかなかいいものが生まれないんですよね、えー、最近。あの時間があったりとか何か友達と話してたり、えー、何かの作品に入ってる途中でワッとアイデアが浮かんだりする時に、はい、それを携帯にメモしたりとか。うん ボイスメモに、そのメロディーを残したりとか。だから本当に、あの、自分でミュージカルを作ろうと本気で考えてはいるんですけど、なかなか今、形になっておらず、あの1、1%ぐらい完成度は。やっぱりどうしても、あの、どうせやるんだったら、ブロードウェイに持ってきてえなっていうのはありまして。わ、すごい夢ですね、それは。どうせやるんだったら、日本初ブロードウェイとか、日本初世界発信の作品を作りたい。どうせやるんだったら SF ものではなくて、あの、生身の 体で勝負したいというか、生身、うん、の物語で人間らしい物語で勝負したいってところもあるんですけど、そうやってこう絞っていくとなかなかアイディアだったり、あの、作っていくと途中で、あ、これあれ似てるじゃんとか、例えばじゃロミオのジュリエットにちょっと似てるなとか、あ<ー>、あこのあの作品似てるなとか、自分の中でこう、少しずつ軌道修正というか、うん、振り出しに戻るっていうのが多くて、<ー>なかなか進まないんですが、いつか、あの、どうせ作るなら世界に向けたものを作りたいと思っていて、 日本の中だけじゃなくてやっぱりあの言葉を変えても通用するむしろあのどこの国でも非常に愛される作品を作りたいなという夢はあります。期待してまますすそれは、はい、頑張りますぜひ,ぜひ シ田さん、あのはい、今後出演する作品をぜひぜひ知りたいんですが。はい。あのー、年末12月にですね、あのー、フォースターズという、まあこれミュージカルコンサートなんですけども、はい、4年ほど前にあの初めてフォースターズという作品をやらせていただいて、ええ、まあブロードウェイから、本場ブロードウェイの、あのー、主演、 をずっとや,やり続けているようなもうなも本当に大スターですね,ねミュージカル界においてミュージカルやってる人間だったら絶対知っているっていうようなビッグネームのさん、うん、お三方が日本にわざわざ来て、はい、そしてそこにまあ僕が入り、うん、あの4人でショーをさせていただいたんですね、はい、それが4年前なんですけども今回あの僕ももう一度やりたいとずっと思っていて念願かなってまたそれが。 ま、再演と言いますか、新しい形で蘇るというか、出演者もちょっと変わったりとかしつつ、演出家も変わったりとかしつつ、またフォースターズというショーをやらせていただくんですけど、本当にこれに関してはですね、あの、ぜひ見ていただきたいと、声を大にして思うぐらい、他では見られない、本場ブロードウェイに行けば聴ける歌声が、日本で聴けるので、ぜひともこれは、あの、ミュージカルに興味ある方、もしくはミュージカル好きな人たちは絶対に、 見逃しちゃいけない、聞き逃しちゃいけない作品というか、ショーですね、うん。その4年前にされた時は、はい、ラミン・カリムルさん、そしてシエラ・ボーゲスさん、はい、レア・サロンガさんという、ねはい、メンバーだったんですけれども、はい、なんと言ってもこのレア・サロンガという人がですね、はい、フィリピンの方なんですけど、うん、めちゃくちゃ上手くてですね、歌も。うん、もうそれはそれは綺麗な声を持っていて、<ー>僕自身も大ファンだったんですけど、<ー>ご一緒できて、その4年前ももう本当に伝説的だったんですが、で 今度そのレアサロンガーさんが抜けてしまうんですけど、うん、スケジュールが残念ながらそ,うですかそこの代わりに入ってくる、はい、このパティーナという方がいるんですけどパティーナさんはい彼女がですね僕が、えー、2010何年だったかなそのブロードウェイでピピンというミュージカルを見たんですね、ええ、その時に彼女が、まあ、主役の一人を演じていてんなんだこの人めちゃめちゃうまいなと思って<ー>当時もうあのすでに進行があったシエラ・ボーゲスに あのやパティーナ・ミラーっていう人がやばかったっていう風に話をした、はい、いやそうでしょうって、はい、彼女すごい素晴らしいんだよで実際トニー賞、えー、世界で一番優れていると言われている演劇においての賞ですね、えー、を受賞しているんです<ー>主演女優賞いわゆるだからアカデミー賞の主演俳優賞と一緒です言ってみればミュージカルの世界では<い>それぐらいそうです、はい、の賞をもらってるぐらいめちゃめちゃすごい人なんですよ、えー 他にはシスターアクトって天使ラブソングというあの作品でもオリジナルキャストで主演をやられていてまあもう本当にこれからどん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 おそらく伝説化していくお方でそしてラミン・カリムルとシエラ・ボーゲスも本当に世界的にもうあの今大スターになっているオペラ座の怪人のコンビなんですねこの二人も本当にもうとんでもない声を持っていてこの三人の声だけでもう全然 何,でしょう何時間でも聞いていられるレベルに。はあ、本当にそこに申し訳ないんですけど、僕もセットで入っちゃうんですけど、いやいやいや,いやこの3人の声を聞のの子入るというね初めてフォースターズやらせていただいたときは、こんなに違うのかと。えー、声の伸びから、その表現力から。でやっぱ全編英語だったので,、うん、で、僕自身そのハーフですし、英語があの喋、ー、れるイメージを持たれがちなんですけど、僕自分で独学で勉強して、えーえー、なので発音とかももちろんその意識したりとか、えーはい やっぱその圧倒的にハンデもあったんですけど、それを置いておいたとしても、やっぱり圧倒的に歌唱力も表現力も、あの、素晴らしくて、そのトップの人たちと一緒にやると、あの、自分もやっぱり上手くなるというか、速い人たちと走ると、同じようにちょっと引っ張られて足が速くなるのと一緒で、自分も同じように、何段もこう、なんか飛び級して、あの、ステップアップできてるなって実感できたんですね、フォースターズの時に。 なので今回も非常に楽しみにしていて、はい、世界のトップのその3人に挑むというかうん、うん、まあもちろんチームなんでね、はい、あの仲間ですしもあの仲もすごくいいんですけどやっぱ舞台の上で彼らに引けを取らないアーティスト俳優でなければいけないと思ってるのでうん、うん、まあ残りの数ヶ月でとにかくさらなる進化を目指し、ええ、そうですねだからそういう方たちとその共演するということとかも通してやっぱり一歩一歩を もう着実に歩んでいらっしゃるという印象ですね、はい。そうですね。はい。もうとにかく一歩一歩。はい。千人の道も一歩から。うん、はい、また本当にあの、もちろんフォースターズもですけれども、はい、新しいミュージカル、そして、白田さんのオリジナルのね、そうですねミュージカルもね、いつか見られることを。そうですね。もうそろそろ、ちょっと恐ろくて、もう言うのやめようかなと思うレベルに、こう、<や>なかなか座礁してるんですけど、座礁しまくってるんですけど。いえいえいえ、はい。いやいやいや 頑張って作りたいですね、そうですね。はい、楽しみにしています。はい、ということで、今日は一日ミュージカル三昧、この時間のゲストは白田優さんでした。ありがとうございました。したお送りしたのは、エリザベートから白田優さんが歌う愛のテーマ、愛と死のロンドでした。ということで、白田優さんへのスペシャルインタビュー、お送りいたしました。